矢部さん、おはようございます。おはようございます。やってまいりましたコビドルです。ありがとうございます。ありがとうございます。飛行機好きですか？いや、全く。そういう戦闘機とか。あー、そっち 系。マッハ好きみたいな。マッハ、そうそうそう。あんま興味ないですか？うん、かっこいいなとは思うけどね、そのもう計算され尽くされたフォルムというか、その音速、あれでしょ、こうわざとこうなってるのなんか意味があるでしょ。おお、知ってるよ。お、出てきた。思ったより出てきた。こうなってるの知ってる。こうなってるの知ってる。こういうのあるやん。それな、それなんていうか知ってます？車種名。車種名の、まあ、機種名。機種名は知らん。こうなってるのだけどめっちゃ速いのを知ってる。そうそうそう、マッハとか出てるでしょ。そう、まあ、その中に一つ挙げるとすると、コンコルドっていうのがあります。あ、そうです。戦闘機。戦闘機の中に。まあ、戦闘機というか、その音速出るような、はいはい、飛行機が。コンコルドっていうメーキーがあります、うん。というわけで今回、はい、コンコルドさんからお仕事いただきました。はい、悪い予感しかせん。いやいや、まあ、コミドルなんで、はい、今回が、ですね、進展なんですよ。行く日の2日前に、グランドオープンします。メガコンコルド1111ブレイズ店。すごいね。すごい。そこにコビドルとして、まあ、いや違うよ、うん、俺その話ちょっと聞いたことあって、うん、寺井拓が来て、うんうん、磯丸が来て、うん、で俺が行って、うん、シーサカに行くみたいな。そう、4連ちゃんみたいな。俺だけなんでコビドルなのか、グランドオープンで引けてんじゃねえぞっていう。確かにグランドオープンで出す、出るでしょ、出てる、出すでしょ。まあいいじゃん。まあいいけど、うん、今回のお題準備しました。はい、今回のお題はこちら。ベン、コンコルドの進展をアピールせよ。はい、そうですね。はい、ふわっとしてますね。でしょう。はい、ですね、コンコルド、コンコルドの格好をしていただきまして、わしみたいな。そう、そのコンコルドになっていただいて、俺が、はい、羽ばたくの、羽ばたきます。音速になる、はい、で店内を、飛んでもらいます。飛び回るの、はい、いや、大丈夫それ、はい、コンコルドの格好をして店内をなんかやっていくみたいな感じ。そうですね、店内の案内動画を作るって感じです。ああ、うんうん、コンコルドの格好をしてね。そうです。ああ、うんうん、オッケーオッケー。1111歩で、ちょうど1111歩を目指す。そんなんけど数えたら余裕や。どうぞ。以上です。いくら？今回、うん、3万円でかでしょ、うん、ただ、うん、万歩計準備してますんで、うん、1111歩の誤差、うん、1歩あたり10円引きます。余裕や、はい、1歩10円。え、数えていいんでしょ？数えていい。万歩計見てもいいの？万歩計見ちゃダメ。万歩計見ちゃダメだけど、自分で脳内カウントするのも OK。 めっちゃ言うじゃない？やってみな、わからん系やな、これは。そうなんですよ。ただ僕いけないんで、はい、いい。なんか1歩10円って安いね。下げる額やろ。でも言ってしまったけどね。そうやな、ね、自分の言葉は曲げねえ。そう。はい、というわけで、今回のミッションはこちら。コンコルドの進展をアピールせよ、コンコルドの格好をして飛び回って、羽になって鳥になって、音速を超えて、店内のアピールをしていきましょう。コンコルド！いや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 、というわけでね、やってまいりましたけれども、けどね、正直ね、まあ、グランドオープン3日目なわけですよ。何やってんのかんね
何やってんの感がね。まあまあこのね4日間いろんな人が来てるわけですよ、まあ、見てもらったら分かると思うんですけど、まあ、寺井くんがキーの、まあ、磯丸くんがキーの、まあね、同日でしかも週末挟んで、まあ、僕が今日来て、まあ、明日シーサー、なんで俺こんな格好してきた。だってちょっと偉いさんが金ピカのジャケット着て、やる気まんま、やる気まんまやな。なのに俺これ大丈夫？人すごいね。300人ぐらい？300もいないか。おはようございます。こいつ何みたいな目がたまらんで、ね、朝からね、おはようございます。まあね、けどこのコンコールドヘルメットを、うちのディレクターがね夜なべして作ってくれたんでね、それに恥な働きを。はい、というわけでやってまいりましたメガコンコルド1111ブレーズさん、グランドオープン3日目ということで、おととい昨日と、寺一拓くん磯丸くんとして今日3日目私やってまいりました。どうも皆さんはじめまして、こんちゃんです。はい、というわけでね、1111歩チャレンジやってまいりたいと思いますが、まずその前に、一回中に入ってちょっとどこをどうね、押していくのか紹介していくのかというのを考えていきたいと思います。いざ。まあ、とりあえずちょっと中見てみましょうか。すごいよね、ゴスロ7台どういうこと？グランドオープンね、1111あって、これは今日は第2のミッションできないんじゃないかって思ってたけど、意外とパチンコの方は空いてるのかもしれんね。まあスロットはほぼかな、けどまだ空き台あるのはあるね。7台しかないゴスロコーナーをちょっと、あ、ここかな、ここが7台しかないゴスロ、すごいね。どういうね、まあいろいろこうどこを紹介していこうかって考えながら歩いてるんですが、まあまあ別に特筆すべきことはないね。俺の予想だと1111歩って結構あるんよ。で今からこの始めててサイン書く、立つ、写真撮るっていう動作も一歩に入れた方が1111行くと思うよ。スタートしてください。 OK、 スタート。え、アキラ、アキラ、はい、はい、というわけでね、メガコンを案内するということなんですけど、まず最初の舞台はこちら、2階立体駐車場となっております。どんぐらい広いかというとですね、ちょっと走ってみましょうかね。いや本当に俺はそんぐらいしてちょうど線だと思うんで、ちょっとこの立体駐車場の周りを、まあ、もうコンゴルドなんでね、僕はタガになるのだ、タガになるのだ、タガになるのだ、危ない、引かれる引かれる。パーパラパパパーパパーパパーパパラパパパーパーパラパパパーパパー、俺何やってんだろう、ふーきーきー、月曜からタイツ着てこんなメットかぶって走ってる、俺を許してくれるかなマイハニー。はい、こんな感じでね、紹介していってますけども、一応、併設があるんだけれども、恵比寿ってお店かな、
台湾混ぜそば、特製混ぜそば、醤油、いや、ま、愛知っぽいよね、台湾混ぜそばね、お持ち帰りもできますって。本日は商品提供の時間短縮のため餃子唐揚げの提供を中止いたしますって、酒も飲めるからね。おい、どうぞどうぞどうぞ、等身大フィギュア、エガちゃんの、なかなかやね。そんなの作る金があったら歓迎しろっつって、バカ野郎っつって。場所で言うとこれは都市高の、首都高、都市高の下になるのかな。だから比較的今まで行ったメガコンの中では市内より、そうっすね、よね、はい、近くに、あの、店名は出さないけど、まあ、競合もありって感じだね。うん、そんなブレイズさん、あんまりなんかがあるわけではないんよ。だから、反対側行きますね。意外と都会から離れてはないけど何もないみたいな。見えてまいりました、最初の飲食店は中華料理浜亭。どうなんやろうね、ゆっくりやね、準備中としたらゆっくりやね。10時半、ちょっと行くとファミマとココイチがあり、そしてラーメン屋さん、ごまめ屋って感じ。ちょっと行き過ぎた感あるわ、歩き過ぎた感あるわ。戻ります、お昼はココイチで。さてさて、それではぼちぼち店内の方を紹介ね、していこうと思ってね、ちらちら見てたんですよね、僕も。まあこれといった特徴のないね、でかい店、はい、そんな感じでございますけど、はい、では行きましょうかね、メガコンコールド1111、1111歩チャレンジ、店内編スタート。まずはもう休憩所、これもうね、ドシンプルな休憩所やね。ロッカーと自販機とテレビしかないスタイル、なかなかシンプルで、でこのだからドリンクカウンターがここだけど、ここを使ってないのよ今、グランドオープンの期間だからなのか何のかはよく分かんないけど、でまあ大丈夫、安心してくださいと、 ATM がありますよと。あ、ラブジョーがある、おお珍しいね、いいチョイス。まあまあまあちょっと狂ってて、ゴスロがあるんだけど、1111台あってゴスロ7台なのよ、ちょっと意味わからん、すごいね、このスペースなんかだって一室だもんね。でもなんかこういうあのカウンターがあったりとか、なんなんだろうね、なんか作りが独特よね。まあこんな感じよ、本当にね、だからね、紹介することはほとんどありません。まあけどオープン3日目ということもあって、稼働はすこぶるいです。誰かキックボードできる俺はまだ全然足りてないと思うわけよ。どうぞどうぞ。俺の予想ね、まだ350ぐらいなのよ。かといってかといってみたいなところもあるんで、もうちょいブラブラ、まあちょっとトイレとかね、新店のトイレはどうなのかみたいな。トイレがね、えらいシャレと暗い、えらい、えらいなんかシャレと、そして今時珍しいね、まだトイレの中でもタバコが吸えるスタイル。はい、というわけでお疲れ様でした。行ったと思うんすよ、まあまあ歩いてね、まあ、外までブランって行って歩いて、まあ、中も結構何周もして、俺限りなくそのピタリ賞がどうかは思ったんですけどね、まあ、今回ピタ
解説はないので、じゃあご覧ください。見たと思います、はい、あ、触れないように。私が111にいろんな記憶はこれだ。 59? は？それはないやろ。多分どっかで何かの弾みでその白いボタンが、マジ59なわけねえやん。59なわけねえやん。ないっすね。え、ひどくない？やばい。何それ。お、なんちょまんぼけえやん。さすが100均。59。59。はい。なんで1111×59。19,500円。そうなの？俺途中一回見たんすよ。ああ2000歩くらい行ってましたからね。まあだからそういう意味で言うと1000歩以上っていうのは一緒なの。 あんま変わんなかったと思います。あ、そうなの、はい、まあいいよね。じゃあそれを聞いてちょっと一足でした。2000歩くらい行ってた。まあまあ歩いたね。あ、そう、わかりました。では軍資金です。ありがとうございます。2万円、2万円にしてくれたの？いや、違います。500円バック。では第2のミッションするということで、はい、まあ、画像がいいからね。そうですね、ミッション次第ではっていうのもあるけどね。はい、いきます。今日のお題はこちら。羽物で16ラウンド差です。出た、また羽物を使い回すやつ。まあまあね、むずいよね。そして絵的にめっちゃ地味になるのを知らんでまた入れたろこれ。あれも打ってると地味だからね、なかなかめっちゃ短くなるんですよ。そうだね。というわけで、16ラウンド3連続を目指して、2万使って16ラウンド3連続とか結構余裕な気がするんですけど、大丈夫ですか？取りますよ今日。はいはい、15ラウンド5000円。うわー、3ラウンド初回だからいい。おい、調整がいいな。ちょっと見て、初期用っぽくな入り方しやがって。あれ、1回当たりました？え、当たったよ。3ラウンド。また3ラウンドだよ。ほら、はい、今のうちに風やったらいいよ。後から16ラウンド来たらいいよ。これ、やばい。やばいっすね。達成しても、しなくても、やばい。地味すぎて。いいよ、16ラウンド。1回目投資が2000円。よっしゃ、いい。はい、 M1 あー、くそー、失敗。結構むずいかもしれん。はいはい、早い。10回目あー、3ラウンド。ここは OK、ここは OK。 はいはい、マジ早い。6回目26。よし、いいぞ。さすがグランドオープンだけあって開けたますな。これでいい。こういうの、こういうの入れていった方がいい。コミドル。はい。こんな楽しい時を狙ってた初めてや。棒読みすぎます。2連したらね、だいぶテンション
けるよそのうち。ちゃんと回るし、当たりも早いし、当たりも早いし、だって今2500発あって残り1万8000もあるからね。もう時間ないっすけど、え飛行機が無制限じゃない、無制限じゃない、時間無制限じゃない、無制限じゃないです。受付待ってます。マジ、はい、何時まで？もうあと15分くらいです。マジ、はい、短期決戦やね。短期決戦、もうあと3回連続で引かないともう時間ないです。そうやね、わかった、頑張る。やめます。絶対時間さえあればいけるんですけど、時間切れです。ちょっと増えとおう。パラパパパパパラパパパパラパパパ、何やってんだろう My honey。